宮崎賞、気合は4番、宮崎の下木でしょう。1着3着での決勝進出。その4番下木には地元奮起2番秋山。準決勝同様、下木に目標を取りました。8番中村、そして1番丸林。九州4名候補待機から、4番車、下木が発進の気を伺います。前で受けた9番矢島、そして3番石井ですが、ここは4番、下木が迷わず行きます。金前誘導を切って、まずは先行体制、4番下木、ペースに持ち込んでいきます。2番秋山、8番中村、そして1番丸林。徐々にペースを上げて、ジャンから一気に吹かしていきます、4番下木。絶好の番手は2番秋山、3番手8番中村、そして1番丸林。9番矢島は中段5番手、そして3番石井は7番手からの幕引となりますが、ここはぐいぐい4番車、下木が飛ばしていきます。早くも番手まくり発進は2番車、秋山です。8番1番、中段からは9番5番とまくり追い込んでいく。2番先頭から8番1番、そして9番5番、追い比べとなっていく。2番先頭から8番捉えに行く。外9番、インを1番、ゴール線上は接戦のゴールインとなりました。